の遊びキャンプストレージの終了とその対応方法について、スノーピークではキャンプギアの販売やキャンプ場の運営の他にもいろいろなサービスを行っています。その一つの遊びキャンプストレージは、キャンプギアの収納スペースに困っていた方にとって重要なサービスとなってきました。しかし2023年9月末をもってこのサービスは終了となることが発表されました。今回は野遊びキャンプストレージが終わってしまうので、どのような対応が必要か、そもそもどんなサービスだったのかをご紹介します。キャンプギアが好きでは、スノーピークギアを中心に機能美あふれるキャンプギアをご紹介しています。実際に購入したレビューや最新ギア情報をアップしていますので、よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。の遊びキャンプストレージの終了について、の遊びキャンプストレージは株式会社サマリーの収納サービスサマリーポケットとともに提供されていましたが、2023年9月末をもって終了することになりました。サービスは終了となりますが、2023年10月からはサマリーポケットのスタンダードプランラージボックスとして継続してキャンプギアの保管が可能です。ただし月額保管料や保証額などに変更があるため、細かく見ていきます。月額保管料について、の遊びキャンプストレージの月額保管料は1320円税込みでしたが、スタンダードプランラージボックスでは695円税込みとなります。保証額について、の遊びキャンプストレージでは1箱あたり10万円まで保証されていましたが、スタンダードプランラージボックスでは1箱あたり1万円までとなります。ただしオプションサービス安心サポートに別途加入すると、1箱あたり50万円までに引き上げられます。オプションサービス、の遊びキャンプストレージでは安心サポートのみ利用可能でした。しかしスタンダードプランラージボックスではご提供しているオプションすべて利用可能となります。移行に伴う注意点、の遊びキャンプストレージがスタンダードプランラージボックスに取り扱いが変わりますが、お荷物の取り出しや変更の手続きをする必要はありません。また野遊びキャンプストレージを継続して使用する場合、2023年10月ご利用分より保管料の請求金額が自動的に変更になります。今後野遊びキャンプストレージを取り出し後、同じボックス野遊びキャンプストレージでの預け入れはできなくなります。移行後の新サービス、スタンダードプランラージボックスの詳細。スタンダードプランラージボックスはより低価格でより多くのオプションサービスを利用可能なプランとなっています。これにより利用者のニーズにより柔軟に対応することが可能となります。まとめ、の遊びキャンプストレージの終了は多くのお客様にとって大きな変更となります。しかし新サービス、スタンダードプランラージボックスにより引き続きスノーピークの品質を保ちつつ、より便利で柔軟なサービスを提供できることを期待しています。キャンプギアが好きでは、スノーピークギアを中心に機能美あふれるキャンプギアをご紹介しています。実際に購入したレビューや最新ギア情報をアップしていますので、よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。